ご飯と玉ねぎのトマトサラダで魚を出ましょう。ミルクフィッシュと呼ばれる魚を使用しています。必要に応じてサーモンを使用できます。胡椒。オーブンを予熱してください。申し訳ありませんが、私のトレーは汚れているようです。トレーが熱くなったら、魚を入れてオーブンを閉める。調理し始め、ひっくり返す準備をして、両面を調理できます。裏返したら、押し込んでオーブンを閉じます。皮が泡立って、1分後に元の位置にそれをひっくり返します。きれいに調理して、1分後にオーブンから取り出します。脇に置いて、まだ食べる準備ができていません。私たちは他のことをする必要があります。ご飯を作ってみましょう。私はバスマティご飯を作っています。それ自体を料理させて、私たちは何か他のことをする必要があります。このようなサラダを作ります。玉ねぎが必要です。玉ねぎが肌に良いことを知っていますか？トマト1個。いくつかのハラペーニョまたはピーマン。レモン2個。玉ねぎを半分に切る。その後、スライスで半分のトマトを使います。スライスにも切ります。ハラペーニョを刻む。レモンを半分に切る。すべてを混ぜて、玉ねぎをボウルに入れます。トマトと同じ。すべてのレモンを絞る。ハラペーニョと塩を加えます。胡椒を加える。それをすべて混ぜると、美味しい玉ねぎとトマトのサラダが出来上がります。美味しい食事と良いワインを混ぜて、残念ながらまだ正午にはなっていないので、美味しいコーヒーを作ります。すべてが準備ができて、ほとんど食べる準備ができています。皿にご飯を入れましょう。そして、これはすべてがどのように見えるか、そして私たちは全く油を使用しませんでした。趣味のために本を書いていますが、アーサー王の宮廷でマーク・トウェインのアメリカのヤンキーを読んだことがありますか？あなたはこの本が好きになるでしょう。この本を書いたのは、地中海で DR 死したシリアの少年、アイラン・クルディをメモリーンで。これは私のヘルパーです。彼の名前はニーニョです。私は彼についての本も書きました。私のページを訪れてくれてありがとう。